皆さんこんにちは、ようこです。皆さんお元気でしょうか。今回突然日本語で動画を作っているのは何を隠そう、昨日の夜ランダムようこさんに驚くべきことがありまして私ランダムようこはですね、本当にランダムなんで、たまにツイッターとか開くとなんかその場のノリでダラ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 ずっと連追してしまうようなタイプなんですけれども、昨日例の丸山穂高議員の件についてツイートをしていたらですね、そしたらですね、なんとどっからともなく突然あの有名な香山理香先生から、あの私のツイートをリツイートする形でコメントを入れてツイートが来まして、普通にメンションチェックするじゃないですか。なんか来てるかねーって見てたら、香山みたいな感じになって、なんかあの香山先生が私のこと知ってるんだと思うと、なんかそこに妙な感動を覚えてしまって、私が問題視してツイートしていた内容というのは、いわゆる戦争アレルギー、戦争という言葉を聞くともうあーみたいな消そうとする人たちがいっぱいいるじゃないですか。それは社会としてどうよと、私の感覚としてはそういうね、戦争ということを議論しようとすると言論封殺に走る、その行為こそが戦争を招くような危険な行為ではないのかっていうふうに思ってる立場なので、特に最近私が問題視しているのはいわゆる全体主義ってやつですね。みんな同じ価値観とか規律とか決まりで押し付けていくみたいな、そこで言論の自由も許さないような感じで、もうこうだってみんなこれに右に習えみたいなブワーって走っていくっていうのは、本当に私も保守の立場から危険視していることで、だから右側にもあると思うんですよ、そういう価値観がこうでないといけない、日本とはこういう国なんだとか言ってバーンってこうあって、それを押し付けてくるっていうのは保守とか右の中にもあって、で私はそれとは実はちょっとスタンスが違うわけですけれども、で特にですね、皆さんに私がどういう風に映ってるのかっていうのはもう本当にわからないし、わかりたくもないけど私今33歳なんですね。時が過ぎるのは早いもので、この間まで20代だったのになとか思うんですけど、まあね、33歳、結婚して今年34歳になるんです。でその30代の私からすると、どうしてもその60代とか70代の人たちのパワーにいろんな意味で不満を抱えていて、選挙に行って力を振るうのはその年齢層だし、選挙にすら行かないという点ではもちろん私たちの世代が悪いんですけれども、でもなんかそのね、社会的にもパワーがあって投票も牛耳るような層っていうのは、今丸山穂高議員を干そうとしてるわけじゃないですか。だからその30代の私のありとあらゆる上の世代への不満、まあ、経済についてもすんごい不満あるんで、だって私たちのね、バブル世代より下の世代から今の大学卒業したての子ぐらいのその間の部分の人たちっていうのはね、皆さんの中にもいると思いますけれども、ほんと苦しいんですよ。苦しい時を生きてきて、なんかその少なくともバブル崩壊した後もみんな苦しんだと思うけれども、少なくとも経験したでしょみたいな、私たち景気明るい時っていうのは一回も経験したことないわけで、だからそういう不満がいろいろあるわけですよ。でその不満を踏まえて、私は上の世代のことをジジババそうと書いてツイートずーっとあえてそういう風に書いてね、ちょっと議論書き立てたいなっていう思いもあって、あえて失礼な書き方でバーッと連追してたんですが、そしたらなんか香山先生が反応して来られて、ちょっと興味深かったんですけど、私の言うジジババ層というのは本当にあの先の大戦のその戦、いわゆる戦後体制に本当に未だに洗脳されてるなって、今アメリカですら日本を邪悪と思ってないのに、その上の層の人たちっていうのは本当に日本が邪悪な国であり、その時の日本はおかしかったみたいな、確かにおかしな扇動は入ってたけれども、本当に日本が悪い国って思い込んでるのが見えるんですね。だからそれは本当にどうにかしたいと思っていて、前置きが長くなってもあれなんで、香山先生何を言ってこられたかと言いますと、動画の世界で有名なランダムようこさん、ありがとうございます、皮肉が入ってるか分かんないけど、そのアレルギーとやらをめでたく克服して、核使用や戦争がバンバン起きたらみんな死んじゃうんですけど、ということで、確かに核使用や戦争がバンバン起きたら、そりゃ先生のおっしゃるようにみんな死んじゃいますそれはそうですけど、
アレルギーっていうのは戦争アレルギーのこと言ってるんですけど、アレルギーというのを克服してもですね、核使用や戦争がバンバン起きる事態にはならないと私は思っていて、だからここのブリッジがねすごい極端だなと思って、ちょっと生意気ながらね反論をさせていただいた次第なんです。私は何と言ったかというと、まあ、議論することと実際に戦争することは別です。極端な話を持ち出して言論や議論を封殺することはおかしいと思います。加山先生、先生のお好きな日本国憲法の言論の自由の精神を守りましょうと書かせていただきまして、これも皮肉が入ってるのか素直におっしゃってるのかよくわからないのですが、まあ、優しい返事が来ました。今から言うのは加山先生個人に対して言う話ではないですけれど も皆さんに考えてほしいことなんですけれども、戦争についての議論をしようって言ったら、なんかそれで干されていくっていうのはね、ここは中国かと、ここは北朝鮮かと、どこの独裁国家だというような気持ちに私はなってきます。言論の自由ってあるでしょ言論の自由がないんですかと、日本には。で、戦争の議論をするとなんか日本がどんどんその戦争路線に走るのではないかという恐れ、それは私は言わんとしている気持ちはわかります。でもリアルに考えたらですね、議論をしたからってそうなるかっていうと、そうではないわけですよ。戦争についての議論をすることで、むしろ問題点とかが見えてくるわけです。実際に人が犠牲になるってどういうこととか、実際に戦争しようと思うとどれだけのコストがかかるのとか、そういう具体的な話がどんどん表に出てくれば、もしかしたら私の知らないところで日本の右翼みたいな人たちの中に戦争してやるみたいな、ほら戦争するぞみたいな人がいるのかもしれないけれども、戦争についての議論が深まって、私たちが戦争というのが何なのかっていうのを本当の意味で知った時には、日本人の頭であれば必ず外交の中でどうにかしようと、政治のその対話であるとか自分たちの用いる政策でどうにか戦争せずに我が国の国益を守るような動きにしていこうっていう発想になるはずです。あと戦争で今どこの国もしたがらないですから、アメリカでさえですよ、戦争したがらないですよ。お金かかるし人を犠牲にできないし、もうそういう世界に今あるんだから。で、日本がなんでそこでいきなりね他国を侵略していくとか、いきなり一方的に攻撃していくっていうその発想になるのかというと、それは洗脳教育を受けているからとしか考えられない。で、戦争について本当にアレルギーがあるとこれさえ通じないと思うんですよ。でも例えばじゃあドラッグ危険ですよね、ドラッグについての議論をしようと、ね、みんなにもっとより深く知ってもらうと、お互いにね何を思うか意見をぶつけ合おうって、ドラッグについての議論をしたらみんながドラッグを使い出すかっていうと使わないでしょ。で、議論をすることである種のガス抜き的な要素もあると思うんですね。今の中国も相当な不満が溜まっているという情報を目にしてますけれども、例えばね中国国内で自国の政治に対して不満を抱いて実際に天安門事件とか起きているわけじゃないですか。殺されますよね、言論封殺をして人権弾圧をして、例えば最近では劉暁波さんが犠牲になったりしてますけれども、自国の中で言論の自由すら許されないっていう状況が例えば今の中国にはあるわけですよ。で、そんな国に日本もしたいのかという話で、ね、そんな感じで言論封殺をするっていうその全体主義的な発想っていうのはどうかなって私は思います。一人一人それぞれが違う考えを持つことで世の中のバランスが保たれて、でそれによって大きく傾くことなくじわじわと前に進んでいっているんだなっていう、その発想は本当にみんなに持ってほしいし、そうやってみんなそれぞれに自由が与えられるような社会であってほしいっていうのが私の願いでありスタンスなんですね。だから私は左の人たちにも、もう彼らは彼らの声を上げればいいと。で、むしろね、同じ合致点が意外にある場合があるんですよ。特に人権とかにおいては。だからそういう部分では連携していけばいいじゃんってぐらいにまで思ってるんです。で、もう一つ戦争に関して重要なことがあって、戦争って言うとみんななんか宣戦布告があって、なんか公式にオフィシャルな戦争ですみたいなのが戦争って思っている場合が多いと思うんですけれども、戦争についての定義がまずね、みんなそれぞれで違っているんじゃないかなと思います。私なんかは今は情報戦の最中にあると思っているし、例えばもう北朝鮮とはもう戦争状態に等しいと思っています。というのは、皆さんもご存知の通り、何の罪もない日本人が800名以上も北朝鮮という国家に拉致されて、ずっと捕らえられて何十年も帰ってきていない状況にあるわけですよね。普通だったら一人でも拉致されれば戦争ですよ。
ね、その行為自体が宣戦布告であり戦争ものですよね。そういうとんでもないことが何十年も起きているというのに、なんか戦争になっちゃうとか言われてもね、ここですでに起きてんですけどみたいな。確かに今日本に住んでいて平和な暮らしをしている人たちにとっては実際に今は平和な時なのかもしれないけれども、北朝鮮に拉致されている人たちにとっては全然そうじゃないわけですよね。で、それで平和が大事です、平和にしましょうって言われても、それは S 平和主義じゃないですか。平和主義とは言わないですよ。で、私の主人の表現を借りれば、それは見殺しの平和であると。見殺しですよ。見殺しにすることで、北朝鮮に拉致されている人たちを見殺しにすることで、あなたが平和になっている状態と。それ平和でも何でもないですよ。見殺しにしてるだけ、ね、今日本は平和なんですか。確かに暮らしは平和かもしれないけれども、見殺しにしてるじゃんって。犠牲者が出てんのに、ね、死んだ人もいるかもしれないですよ、北朝鮮国内で。見殺しにしてるから平和に感じるだけですよ。あ、自分に関係ないからどうでもいいわって、私が平和だからきっと平和なんだわ、平和平和平和が大事だわって世界に向かって言ったところで、それ平和じゃないし、正義感にのっとって平和大事ですと、戦争はダメですと言ったところで、現実はそんなに甘くないわけです。別に他国が悪魔であるとかなんとかそういう話ではないです。善と悪の話ではなくて、もう文化の違いなんですよね。国が違うっていうのはもう地理的条件も違えば文化も違うので、本当にその人々がそこで感じるものっていうのは違うわけですよ。見当がつかないわけですよ、お互いにね。そこでなんか一方的に平和とか博愛主義とかいうものを押し付けたところで、それには残念ながら受け皿がないことも普通に出てくるし、むしろ自分たちの領土を広げたいってこの時代にも思っているのが中国とかロシアであるわけで、だからこそ北方領土の問題もね、あれなんて本当に戦後のゴタゴタに紛れてぶんどってきたわけじゃないですか。で、そこで戦争っていうのも選択肢に入るのかなって考えるのっていうのは、実は全然おかしなことじゃないわけですよね。で、私秘密サロンというのをやっていて、そこでアメリカの情報をね、最近は特に発信してますけれども、アメリカを見てみると分かりやすいんですけど、アメリカ民主党ね、一般的にリベラルと言われてますけれども、その民主党の中にはリベラルもいれば社会主義者もいるわけです。で、この社会主義者たちっていうのは他の独裁国家について何も文句言いません。でも同じ民主党の中のリベラルの人たちっていうのはリベラルですよ。リベラルは例えばベネズエラのマドゥロ政権に対しては、軍事的な圧力っていうのも選択肢の一つだって考える人たちがいるんです。軍事力を用いてどうにか問題を解決しようと、力で抑えようと考えるような人たちがリベラルの中にいるけれども、日本の国内のリベラルっていうのは本当に単に何もしません、見殺しにするっていう、そういう方向性にあるっていうこと、そしてそういうのが当たり前にまかり通ってしまっているこというのは、本当に世界規模で見てもおかしな状況にあるんじゃないかなって思います。で、加山先生が反応した私のツイートに私が書いてたのは、世界ではね、宇宙戦争とかサイバー戦争とかの議論をしているし、実際にそういう動きに今なっているんです。その一方で日本は軍隊すら持っていない、アメリカのプレゼンスに守られているような状況であると。で、そういう中で戦争という言葉を発したら、もう言論封殺して社会からも干されますみたいな状況であると。で、これでどうやって平和を守るんですかと、ね、議論すらしないっていうのはもう国際社会から孤立したいんですかね。そのあたりをすごい考えさせられる今の議論ですということで、私は日本には自由な国であってほしいし、言論封殺とか起きてほしくないし、だからそれは右とか保守の人たちにも言えることですよ。左の人たちの言論封殺をしようとか、自分と違う考えをね、圧力かけてやめさせようとか言うっていうのはちょっとどうなのってね。そういうのって結局恐怖心から来てるからね、自分の方が力が弱いと思ってるから、自分より影響力が強い人たちをどんどん封じ込めようと必死に働くわけですよね。そんなことするより自分を高めた方が早いですって。もういろんな価値観がある世界の中で平和にしようと思うと、本当にものすごい莫大なコストと労力がかかるっていうのを頭に入れた上で、いろんな議論をしていけるようにしたいなと思ってこの動画を作りましたと。
いうことで、こんなランダムヨーコさんを支えたい、そこのあなたは秘密サロンやってます。月額1000円で、月1本の会員限定動画というのをプレゼントしております。ということで、どれくらい私の気持ちが伝わったか、正直わかりませんけれども、ご清聴いただきどうもありがとうございました。またお目にかかります。スメラギイヤサカ。